more important だけだと、まあ、より重要なみたいな感じになるんですけど、way がつくことによって、way となると。うん。way 系大学生みたいな感じで覚えてもらえばいいかなと。way! はい。It was Kushu Boy S to the H. Oh, and you're now watching Hip Hop で学ぶ英語チャンネル。Yes, Samayuki Pelai! はい。なんか今日あれだね。二人ともこう襟のある服を着て、しっかりした感じ。柄を。でも柄だとちょっとやっぱ夏。ね、夏だね。夏。俺もこんなんでこう歩いたら打たれちゃうかもしれない。すごいね。ミンズリーン。まあ、ちょっとね。まあ、日本だからちょっとこういう格好もできるということで。できますか。できますか。行きましょう。行きましょう。そんな、日本で。で、ね、今日扱う例文をちょっと見ていきたいと思います。うはい。でですね、前回扱ったのが、強調構文ということで、うん、一つ名詞だったりとか、まあ、名詞の場合があるかな。強調の仕方を学びました。うん、It is, なんとかかんとか、that, sv っていう風な形を取ることによって、何々するのは何々だっていう感じで、まあ、it, is と that の間にあるものを強調していると。うん、いうふうな感じで、その強調構文っていうのを、やったかと思います。はい。で、まあ、そこで、今、it, is と that をこう削ったら、まあ、元の意味になりますよ、みたいな、そういうこともちょっと扱ったかなというふうに思うんですけれども、まあ、強調の仕方ってね、まあ、強調する要素ってこう、いろいろあるんですけれども、今日は、比較というものにちょっと着目して、その強調の仕方っていうのを、扱っていきたいというふうに思います。比較。はい。はい。はい。で、今日扱う例文はこちらです。You've been way more than a friend of mine ということで、ブラックの、Pretty Little Fears これ J. Cole をフィーチャリングした曲の、まあこれ J. Cole のラインだったと思うんですけれども、そこから撮ってまいりました。はい。まあブラックね、アトランタ出身の、R&B シンガーなんですけれども、まあ彼自身のね、そのリリックとかこう見てても、結構なんだろう、そのアトランタのこうヒップホップ感、ですごいこう伝わってきて、なんかその、あれなんですね。その言葉遊びだったりとか、うん、なんかちょっとこう、強気な姿勢だったりとか、まあそのあたりが結構ね、ブラックってその、やっぱアトランタ出身で、やっぱヒップホップにすごい色濃い影響を受けてるな、みたいな感じの、うん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 、そういうふうなこう面白さがこうあるんですけれども、まあ今日はちょっとたまたま J. Cole のラインになってしまいましたけれども、このブラックのアルバムもですね、結構面白いかなというふうに思いますので、はい、ぜひ皆さんも聴いてみていただければというふうに思います。はい、チェックしてください。はい。はい、で、こちらですね、You've been way more than a friend of mine というこちらの、例文なんですけれども、ちょっとこれ、わかりにくい部分があるかなというふうに思いますので、書き換えます。書き換えちゃうの？あ、なるほど。省略されてるの。はい。はい。という感じで、まあ、have been が省略されているというふうに考えればいいかなと。で、まあ、have been で、この場合は、あれだな。継続。完了形の継続って皆さん、こう、覚えてますか？どういうことやったか。結構、はるか昔だね。そうですね、結構最初の方にやったんですけれども、まあそれこそこの J. Cole のレーベルメイトのアリ・レノックスが、うん、I've been smoking purple haze っていうのを言ってたりとか、まあそのあたりは使ったかと思うんですけれども、あとあれだ、All night I'll be drinking all night, I'll be drinking all night ってあれもやりましたよね。チャンスのやつだね。Have been っていう感じで、まあ継続して、ずっとこういう風にやってますというふうな感じということです。で、まあ、have been で、その後に出てくる、今回のテーマ実はね、こいつなんです。こいつ、どいつ。これ。お、ウェイ。あ、なんか、新たな技を。出る。何、まあ、絵を描くで、これ丸を選べる子たちと、このタイミングでわかるっていう。もうすぐ文法事項が終わろうとしてる。このタイミングで体得するっていう。はい。はい、これからも使いましょう。まあ、これからもね、どっかで使えるかと思うんで。はい、で、まあ、はい、way more than a friend of mine っ
いうことで、まあ普通にこう、you、まあ、have been じゃなくて、こう、are とかだったら、you are more than なんとかって言ったら、あなたは何々よりも大きな存在だよとか、何々以上だよとか、まあ、そんな感じで言うと思うんですけれども、うんうん、そこにこう、way がつくと。いうのが、その比較を強調するようなパターンなんですね、実は。比較の強調。で、比較を強調するのに、他にもいろんなものが使われている。例えば、a lot とか、あ la more なんとかっていうふうに言ったりとか、うん、あと、なんだろうな、match。うん、match more。あ much better っていうと、まあ、ずっといいみたいな感じの意味になるし、うんうんうん、far better。まあ、それもまあ、ずっとずっといいみたいな感じ。まあ、それと同じような感じで使われるのは、この weight っていうやつです。はい。で、まあ、なんでこれ扱ったかっていうと、この辺って結構学校でやるんですよ。much easier とか、far better とかって結構やった覚えないですか？あります、あります。ありますよね。なんですけれども、この way って、実はその中にこうあんまりこう出てこないんですけれども、うん、高校では、うん、そう、見たことないでしょ。うん、でも、高校では非常にこれよく使われるんです。はい。なんで、まあ、ラップ等のリリックにおいてもこれは例外じゃなくて、この way っていうのめちゃくちゃよく使われるんで、今日ちょっとそれを使いたいなということで、持ってきました。だから、あなたは、been だから、まあ、何々であり続けてきた。で、何であり続けてきたかっていうと、way more than a friend of mine。だから、まあ、私の友達よりもずっと大きな存在であり続けてきた。友達以上よりずっと大きな存在であり続けてきた。いう感じで、まあ、その程度のこう、なんだろうな。more じゃなくて、way more みたいな感じ。そう。more じゃなくて、way more。そうそう。いいでしょ。はい。いいでしょ。っていう感じで。ウェイモアっていうのを使いますということで、覚えておいてください。はい。で、ちょっとですね、ここで、比較のところでやってなかったことをもう一個、お伝えしたいと思います。うん。実は、比較級って、形容詞とか副詞に何をつけるって言いましたっけ？ER じゃない？そうですね。ER で、残、なんとか。何々っていう感じで、まあ、何々よりも何々っていう感じで言ってたと思うんですけれども、動詞じゃない、この形容詞なり副詞なりが長い場合、うん、だったら、そう、ER ってこれ、つけれないくて、こういうふうな言い方をしますというので、まあ、ここちょっとヒントみたいな感じになってますけれども、うん、なんか、more なんとか。あ、そうだ、ね。more プラス言及。だから、例えば、どういうのがあるかっていうと、more important。うん。っていうふうに言って、まあ、もっと重要な、みたいな感じで、まあ、その比較表すのに、こいつが使われたりとかもしますし、で、まあ、これも強調したかったら同じことですよね。その前に way っていうのをつけたりすると、まあ、way more important っていうふうになりまして、こうやってみるかな。はい。more important だけだと、まあ、より重要な、みたいな感じになるんですけど、way がつくことによって、way となると。うん。way 系大学生みたいな感じで覚えてもらっていいかな。せーはい。ってこと？ちょっと違うかもしれないけど、まあ、そのイメージで覚えていただけるんであれば、それで十分です。いいんだ。な感じです。これ、なんていうの？ER つけるのか、はい、モアなのかって、なんていうの、まあ、なんとなくわかるけど、うん、見分けはその長さってことですか？基本的にはまあ長さですね。うーん、で、この形容詞とか副詞の、原級、比較級、最上級は、うん、これ動詞の、なんだろうな、過去形、過去分詞とかと同じように、もう覚えるしかないです。あ、うん、はい、ました。そう、夢のないことを言ってしまいますが、これ覚えるので。ただまあ、なんとなくこう、長いやつは、そういうふうに、more がつくとかに、うん、まあ、考えていただければなというふうに思います。うん。
なんで、まあ、あと、あれだな。もう一つ言うと、most っていうやつもありますね。うんうんうん、そうだね。most important。って感じで、なんだろうな。比較級だったら more がついたり、最上級だったら most がついたりとか。いうふうなのも、まあ、その動詞じゃない、形容詞とか副詞の長いやつの時のパターンではあり得るので、ちょっとま、そこも今日お伝えしておきたいと思います。うん。はい、はい。はい、はい、どうぞ。はい、その最上級の時は、はい。ウェイとか、ウェイはつけられるの？お、いい質問ですね。あ、来た。いい質問です。いい質問出した。来ちゃおう。これ、質問しただけだけど、だけどね。お、そう、これ。そう。クレバさんとかの、あれですよ。バイファーザドーペス。うん。これも、これ最上級じゃないですか。最上級。The dopest っていうところが、最もドープな、みたいな感じで。っていうでしょ。で、それに、この、バイファーっていうのが、程度を強めてる感じになるんですね。うん。バイファーで、もうなんかズバ抜けて一番ドープなみたいな感じで。うん、それがバイファー。で、バイファー以外にもなんかいくつか、なんだろうな。あるんですけれども。まあ、一旦今日はちょっと、こういう風な例もありますよということで、覚えていただければなというふうに思います。はいはいはい。はい、で、まあ、この、うん、つけられる。あ、どうぞ。あ、つけられるはつけられるってこと。そう、つけられるのもある。はい。で、まあ、ウェイ、その相性っていうのがやっぱりあるんで、うん、by far more っていうふうな言い方はしないんです。far more っていう言い方はしても、by far more っていう言い方はしなかったりとか、うん、あと、way more っていう言い方はするけれども、way the dopest っていう言い方はしない、うん。そこはもう完全にこう、なんだろう、相性みたいなやつがあって、way だったら比較級になるし、最上級に何かこう強調したかったら by far とかになるし、で、まあそこはもう、覚えていただくしかないと。出ました。夢のない。夢のない話になります。戻るんですね。そう。でもやっぱ言語ってやっぱそういうもんなんで。そういうもんなんだ。そういうもんです。はい。ということで、ちょっといろんな脱線もしつつでしたけれども、これまで、比較の勉強をする中で扱ってこなかった、ちょっと十分に扱いきれなかったところもあったので、まあそこも含めて、今日やらせていただきました。はい。最後にじゃあ、こちらの、例文、元の例文これですね。郵便のところから始まるやつ。これを、最後に、repeat after me で終わりにしたいと思います。はい。You've been way more than a friend of mine. You've been way more than a friend of mine. You've been way more than a friend of mine. You've been way more than a friend of mine. はい。意味としては、一番の郵便。あなたは、ちょっともう一回出しましょうか。はいはい、そうだから、あなたは have been なんで、まあ、何々であり続けてきた way more、うん、まあ何よりもずっと大きな存在 で何よりかっていうと a friend of mine、 私の友人だから、うん、あなたは私にとって友人よりもずっと大きな存在であり続けてきたと、はい、いうJ. Coleが奥さんに当ててる言葉ですね。あ、はい、この曲僕結構2018年だったかな、確か多分、ね、うん、2018年結構 J. コールいろんな曲に客演してたんですけれども、うん、多分このバースが僕の中ではフェイバリットですね。お、すげえいいんで、まあちょっとその曲もですね、概要欄に貼ってますんで、はい、じゃあカルミさんチェックしてみてください。お願いします。はい、はい、皆さんチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。はい、お願いします。ではまたお会いしましょう。 Peace。